雨だるまの新曲もう100回以上聴いてる、最高。本日の選手のクイズはこちら。この選手ね、結構難しいと思うんですけど、出た時は割と話題になったのでピンとくる方もいるかもしれないですね。ぜひ経歴を見て予想していただいて、動画の最後の答えチェックしてみてください。皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は新登場指名企画徹底解説やっていきたいなと思います。今回ですね、もう大量に更新が来たので何から動画にしようかなって迷ったんですけど、まあ指名契約は期限もありますので、指名契約関連の動画から作っていきたいなと思います。一番注目のクラブアイコン、マッチパス特典はもちろん、 J リーグやブラジルリーグのおすすめ選手までがっつり紹介していきますので、ちょっと動画がなくなると思うんですけど、ぜひ最後まで楽しんでいただいて、ちょっとでもいいな、参考になるなって思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速いきましょう、レッツGo!でまずはこれもう毎月の恒例になるんですけど、初心者復帰勢の方向けに指名契約権の受け取り方簡単に解説させてください。現環境指名契約の獲得方法はマッチパスのみとなります。マッチパスはですね、もう分かりやすく試合数をしていただければ自動でですねアイテムがもらえるようになってるんですけど、こんな感じでですねちょいちょい指名契約っていうのが挟まれてるんですよね。で無課金の方でもレギュラーで15試合していただければ星5、1枚はもらえるようになってますので、ぜひこの辺りからしっかりと獲得してあげてください。でコインを使えばですねバリュープレミアムと解放することができて、それぞれに得点選手がいるのとアイテムもたくさんもらえるようになってますので、ぜひこの辺りの解放っていうのも検討してみてください。で昨日のですねガチャ動画でも話した通り、今回この3つの指名契約が更新されました。まあ、一番注目はこのクラブアイコンになっていて、この指名契約に関してはカードタイプハイライトになりますので、トレーナーでの育成っていうのは必要なんですけど、自由にタレントデザインができますので能力値がいじれるっていうのがポイントですね。逆に右の2つに関してはカードタイプがトレンドなので育成の自由度っていうのはないですけど、トレーナー必要なく即レベまで試合で使えるっていうのが特徴になってますね。まずはこの特徴っていうのを理解しておいてください。で基本的なおすすめ度っていうのはクラブアイコンズが最優先になりますので、星5の指名契約は特別好きな選手がいない場合はこのクラブアイコンズで使ってあげてください。で星4とか星3に関してはガチスカで使うってよりは J リーグとかブラジルリーグのイベントが来ることを見据えてイベントで使える強い選手を獲得するのがいいと思いますので、ぜひその基準を参考にしながらどの選手を獲得するか考えてみてください。まあでも特に J リーグとかは自分の推しクラブの選手とか推し選手がいる方もいると思いますので、そういう方は能力は関係ありません、好きな選手を獲得してあげてください。ということでまずはですね J リーグのおすすめ選手からサクッと紹介していきたいなと思うんですけど、まず1人目はサンフレッチェ広島佐々木翔選手。身長がですねちょっとセンターバックとしては低めであるんですけど、能力は結構優秀ですよね。ディフェンス能力よし、スピード瞬発に関しても両方80迫る勢いで、しかもスキルが完璧。トレンドはスキル追加ができないので、このスキルの完成度っていうのはでかいですよね。 J リーグイベントでセンターバック困ってる方はかなり獲得おすすめとなっております。さあそして2人目は川崎フロンターレのゴメス選手。まあ、この選手はかなり尖った能力値してますね。リンクフォワードでなんとオフェンスセンス95に決定力91、フィジカルも高いゴリゴリタイプのストライカーとなっております。逆にですねスピード瞬発とか足元は鬼のように低いので、まあ、結構扱いづらいんですけど、スキルの面白さなんかもありますので一芸には秀でたタイプだと思っております。おすすめ3人目はセレッソ大阪から柴山雅也選手。この選手さ、星3にしてはかなり強くないか。161センチと低身長のドリブラーになるんですけど、ドリブル89にスピード86、瞬発87、この辺り90迫る勢いで、スキルもダブルタッチ、ワンパスルパインターセプトにスーパーサブ持ち。スパサブで考えればドリブルスピード瞬発90超えてくると思いますので、これ星3って考えるとかなりクオリティ高いなって思いましたね。最後のおすすめはアルビレックス新潟から新井直人選手。まあ、この選手もですねイベント専用にはなると思うんですけど、守備的サイドバックで両サイドバックに音的性あって、能力に関しても大きな欠点はないタイプなので、この選手もかなり強そうですよね。守備的も現環境に合ってますので、星さんの使い道迷ってる方はぜひ獲得を検討してみてください。さあそしてブラジルリーグのおすすめになるんですけど、まず驚いたのがパイエ選手って今ブラジルリーグにいたんですね。割とですね面白い能力はしてるんですけど、まあ星5って考えたら獲得する必要はないですかね。そんな中おすすめ選手3人紹介させてください。まずはフェヘイラ選手。ブラジルリーグで一番気になったのはこの選手かな。ドリブル91、瞬発95、筆頭に超爆速ドリブラーっていうよくいるタイプではあるんですけど、スキルの完成度かなり高いんですよね。初期から特殊ダブルタッチできる上に
ワンシュースルーパーアウトスピンにスーパーサブ持ち、悪くないね。ぜひ左ウィングで使ってあげてください。そしておすすめ2人目は中盤とセンターバックがこなせるハニエリ選手。まあ縛りイベントとかだと特にこのユーティリティ性が地味に嬉しいですし、能力に関してもボールダッシュだったりとかディフェンスセンスあって、スピード瞬発も最低限、ここにですねスキルが完璧なので、欲しいを余っている方でブラジルリーグのセンターバック欲しい方はぜひ獲得検討してみてください。でセンターバック足りてなくて星3しかない方とかはデゼンジとかもまあ悪くはないですね。まあスキルがちょっと物足りないんですけど、ディフェンス能力は相当レベル高いし、まあスピード瞬発も耐えで時間も85乗ってくるので、星3としてはかなり優秀な部類だと思っております。まあそんな感じですかね。星4星3としてはブラジルリーグか J リーグで使うことになると思いますので、ぜひこのあたりから選んでみてください。ということでちょっと前置き長くなりましたが、ここからクラブアイコンズがっつりやっていきましょう。まずはバリューの得点のラファシューバ選手、 S 評価でございます。この選手は今週の目玉でしょう。バリューのマッチパスを開放すれば確定ゲットできるんですけど、この能力の完成度超優秀ですね。まあ通常との違いで言うと渋めに感じる人もいるかもしれないですけど、まあでももともと通常があれだけ強い上に一回り強化されてて、今回バリューで取れるって考えたら、僕はこの選手は取っていいと思ってますね。裏総合値もウィングで99まで伸びてきております。いやまあドリブラーとしての性能が高いのはもちろんなんですけど、直スキルも割と良くて、この適性の広さかつライブアップデートの良さ、めちゃめちゃ優秀です。でバリューの解放って初回の半額がないと500コインかかるんですけど、ちゃんと45試合すれば200コイン返ってくるので、実質300コインで解放できるんですよね。300コインでこのラファシューバ確定かつ指名契約や経験値が手に入るって考えれば、これはね僕はかなり解放をおすすめしたいので、ぜひ今月バリューは積極的に解放してみてください。ただですねこれ過去版との比較で言うと、一つ前のエピックガチャに入ってたラファシューバ持ってる方は無理に乗り換える必要はないかな。丸1丸2から乗り換えでいいと思うんですけど、過去最強は丸3となっております。さあそしてプレミアムの得点はブリゴ選手、 A プラプラ評価でございます。育成してみたら予想よりは優秀な能力でしたね。スタミナしっかりありつつ、全体的に穴のないボックス2ボックスらしい能力値となっております。ライブアップレートも悪くないし、波小さいだし、まあ悪くはないですけど、スキルの物足りなさも考えるとプレミアムで1000コイン使って取るほどではないかな。今月はプレミアムは無理しなくていいと思っております。5番との比較はこんな感じ。前回の丸2がクロサーなので、前回の学習性高くて魅力的ではあるかな。ただタイプは違うのでここは好みになると思います。丸1から純粋に強化されてるので、ぜひ乗り換えちゃってください。さあそしてここからは指名契約で獲得できる初選手ランキングで見ていきましょう。まずは第8位 B 評価アントニロペス選手。この指名契約の守護神枠ですね。ゴールキーパー能力は全体的に安定しているものの、身長184センチ、ここがやっぱり気になるかな。特に今週ブリッツカーブが出てきたことで、低身長のゴールキーパーがより厳しくなるような気もしますので、積極的に獲得する必要はないかな。選手として好きな方はぜひ取ってみてください。第7位同じく B 評価アダム・スミス選手。高校の授業で絶対一度は聞いたことがある名前ですよね。この選手唯一の星4で手軽に取れますし、スピード90の両サイドバックできるのは魅力的なんですけど、キル面の物足りなさが否めないので、おすすめ度は正直そこまで高くないかな。アダム・スミスもこの選手好きな方とか、ボーンマス好きな方専用になってくると思います。第6位 A 評価ルイス・ダンク選手。いやーダンク来てくれたのめちゃめちゃ嬉しいね。完全初登場、ブライトンのキャプテンダンクが登場いたしました。ディフェンス能力は12振りで全て90超えてきますし、フィジカルも90突破、これで192センチなので空中戦とか守備能力は言うことなしですよね。まあ、あとはスピード瞬発があと2段階くらい高ければよかったかな。ただ三笘選手をきっかけにブライトン好きになった方も多いと思いますので、そういう方はぜひ獲得狙ってみてください。僕は絶対取ります。第5位ここからが A プラ評価エルシャーラウィ選手。エルシャーラウィ31歳っていうのに驚きつつ、ローマサポーターからしたら嬉しい登場ですよね。プレースタイル通りドリブル得意なサイドアタッカーで、スーパーサブありつつ両ウィング両サイドハーフできますので、この適性の広さめちゃめちゃいいですね。あとはスキルが揃えばって感じかな。エラシコつければ特殊ダブルタッチにできますし、スルーパスやピンポイントクロスなどパス系をぜひ積極的につけてあげてください。まあ絶対獲得しろまでは言わないですけど、スーパーサブ持ちのサイドアタッカー欲しい方はぜひ検討してみてください。で前回がですね3月のダービーガチャバージョンですね。大事な部分がっつり上がってますので、これは乗り換えちゃってください。エルシャロイ。第4位 A プラ評価ルイス・ムリエル選手。
この選手僕結構気になってるんだよな。スーパーサブラインブレーカーのコンディション並み大きいのギャンブル枠、能力はね飛び抜けた数値はないんですけど、全体平均が高いタイプなのでスーパーサブとの相性っていうのはすごくいいですよね。絶好調とかスーパーサブで全体が底上げされれば結構使用感良さそうな予感はしますけどね。ただこの選手も課題はスキル面なんですよね。ダブルタッチ、スーパーサブ、スルーパスの標準装備っていうのは最高ですけど、ライブレでねシュート系少ないのはだいぶ痛いので、この辺りはがっつりスキル追加してあげてください。まあエルシャラミに関してもムリエルに関してもスーパーサブ枠として悪くはないんですけど、あと一歩能力強化が欲しかったりとかスキル追加が欲しいっていうのが惜しいポイントになってますね。さあそんな中トップ3いきましょう。まずは第3位、 A++ 評価デブライネ選手。今週はこっからのトップ3を選べば間違いないかな。まずはデブライネ、安定の優秀さではあるんですけど、今回3位にしたのは強化度がねやっぱり渋めではあるんですよね。まあ通常が高額だし、通常デブライネ持ってない方からしたらめちゃくちゃ魅力的ではあるんですけど、通常持ってたりとか他のバージョンのハイライト持ってたらわざわざ今回獲得する必要はないと思いますね。ただやっぱり能力は優秀ですよね。足元あってパス4振りで両方パス系は90突破、両足使えてキック力高いっていうのも今のミドル環境にかなり合ってますので、スピードこそないものの基本的なスペックはかなり優秀ですね。ぜひ今回取った方は OMF の位置で使ってあげてください。まあ今はですね怪我してるのでライブアップデートもずっと C ですけど、1月に復帰できるかもって報道も出てますので、ライブアップデート乗ってきたらより使う頻度は上がってくると思います。でこちらがですね過去版との比較、スタミナ瞬発高いのが今回の特徴なんですけど、まあどれからも微妙かな。効果なくなってるのもきついんですよね。ただまあ ① ② ③ は1年経ってて契約も切れてますので、この能力差だったらまあ乗り換えてもいいかな。丸4は1年経ってるんですけど総合値100乗るし能力かなり優秀なので、ベルギーパック持ってる方は乗り換えなくていいと思います。で後半で言うと、まあ、全部無理に乗り換えなくてもいいかな。この辺りを見ても他のハイライトを持ってれば今回獲得する優先度っていうのはぐっと下がってくると思います。第2位、 A++ 評価ヒメネス選手。昨日の動画で触れてなかったですけど、ディフェンダー足りてない方はこのヒメネス取るのは結構ありかな。このガチャ唯一の通常よりもレベル上限の高い超強化枠となっております。いやこれ普通にめっちゃいい数値ですね。ディエンス能力は全体的にレベル高くてフィジコン90乗りつつスキルも完璧、スキル追加せずに即戦力として使えるっていうのがすごくいいですよね。もうちょっとスピードがあればトップクラスのセンターバックとも肩を並べるレベルだったと思いますね。まあ無料でこのクオリティの選手取れるなら全然ありなので、さっきも言った通りディフェンダー補強したい方は最優先レベルになってくると思います。まあ、あえて欠点を挙げるとすれば足元の低さとライブアップレートかな。ディフェンダーとかゴールキーパーは能力がぶっ壊れクラスじゃない限りライブアップレート依存がかなり高いので、その面から考えると新シーズンライブアップレート B 以上が1回もないっていうのは正直ちょっと気になっちゃいますね。ただ過去版と比較してもこれは過去最強でいいかな。丸さんとはレベル上限も同じで能力はほぼ一緒なんですけど、実はコンディションの波が小さいになってるんですよ。ここはディフェンダーとしてはすごく大きいので全バージョンから乗り換えちゃってください。さあそんな中今回第1位に選ぶのは S 評価おすすめの星5、デラクルス選手。まあ迷ったらこの選手でいいんじゃないかな。今週頭一つ抜けておすすめの高いのはデラクルスになってくると思います。センターミッドフィルダー登録なのでイーフットボールのおすすめ育成とかするとディフェンスに能力振られちゃうんですけど、がっつりこんな感じで攻撃寄せ育成がいいと思いますね。無印 OMF が一番おすすめで、サイドハーフで使っても強いと思います。ちなみに全然意識してなかったんですけど、この育成でサイドハーフ裏総合値なんと99でした。このあたりもなんか嬉しかったですね。で特徴としては167センチの低身長かつドリブル、瞬発、ボリコンが軒並み90超え、めちゃくちゃボールの持ち感良さそうですよね。スキルも初期からダブルタッチ、コンカ、スルパなどしっかりありますので、これね即戦力級の選手なんですよね。育成は迷いましたけど、ドリブル、クイックネス、脚力を10-19って振るのが一番綺麗に調整できるかなって思ってますね。ただ1点だけ注意点で言うと、シーズン3アップデート前までは2列目からの飛び出しだったんですけど、今回 B2B に変わってるんですよね。まあ、通常と比べるともちろん今回のが能力は高いですけど、プレイスタイルはアップデート前から変わってますので、ここは注意してあげてください。でプレイスタイルは違うんですけど、似たような能力としてビッグタイムガビと比較してみました。いやこれ結
構強くないか。能力めちゃめちゃいい勝負だし、ドリブル、ボルコン、瞬発なんかはデラクルス優勢。これ無料はえぐいね。こう見てもデラクルスのおすすめ度ってのはやっぱり頭一つ抜けてるんじゃないかなって思っております。ということで最後に簡単にまとめると、まあ、迷ったらデラクルスが安定になるかな。そんな中でディフェンダーを補強したい方はヒメネス、デブライネ、未所持の方はデブライネ、そんな感じで選んでみてください。まあ、先月スルーした人もいると思いますので、まあ、今週一人は星5から選んで取っていただいていいんじゃないかなって思ってますね。はい、ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。いかがだったでしょうか。まだまだいろんな動画出しますので、ぜひこれからも楽しみにしておいてください。本日の選手のクイズはこちら、ギブスホワイト選手でした。めちゃめちゃ話題になりましたよね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。